栃木 SC の今日のスタメンご紹介していきましょう。 4-4-2 のシステムで予想しています。ゴールキーパーがオビ・パウエル・オビンラ、ディフェンス4バック黒崎隼人、柳安孝、三國ケネディエブス、溝渕優志は初スタメンです。ダブルボランチは佐藤翔と西谷優希、右に畑純喜、左に森俊樹、豊田洋平と矢野貴章の2トップを予想しています。今日は八千代はベンチスタート、前節からは3人変えました。一方の東京ヴェルディ、こちらも3人変えています。ゴールキーパーがマテウス、ディフェンス4バックは初スタメンの浜崎拓磨、そして若狭、ドカボニフェイス、福村、中盤9試合ぶりスタメンの梶川と加藤貢献のコンビ、右ワイドに山下、左ワイド初スタメンの杉本、2トップ花戸と小池という形、今日は 4-4-2 で予想しています。梶川から裏へ、さあここは抜けていく、そのまま決めるか、かわした、小池流し込んだ、さすがのスピード、そしてさすがの枠内シュート率、小池純喜今シーズンの12ゴール目、東京ヴェルディ先制です。ここでこのヴェルディの持ち味ですよね、しっかりサポートして前向きにサポートした選手が前向いた瞬間に小池の動き出し、そして落ち着いて最後キーパーかわしてゴールへ流し込みましたね。ここの花戸のポストプレーに対して梶川が前向きにサポートしているその位置とその判断の良さ、速さが良かったですね。はい、もうこのスルーパスに関してはさすがですね。松本から期限付き移籍でやってきました。8月の6日に加入をしています。まあ、雨の状況もあるので上を狙うのか下を狙うのか両方に注意必要ですね。壁の上を狙って、きた、すごいゴール決めました。浜崎拓磨、挨拶代わりのゴール。いやー、すごいフリーキックでしたね今。これはもうキーパーどうしてもできないですね。帯選手も、ちょっと逆突かれたような感じあるような気がするんですよね。はい、非常にゴールセービング上手な選手なんで帯選手は、それにしては少し遅れたように見えたので、おそらく逆突かれたかなという感じがしますね。宮に入ってきました、落としたセカンド山下が行きますが、ここ西谷が奪った、いい切り替えですね。そして豊田、時間を作る、逆サイド送るヘッド、うまいタイミングで飛び込んでいきました、矢野貴章です。いやー、今前線の2人でシュートまで持ってきましたね。日本代表だった2人ですからね。前半途中かなり強い雨が降って見通し悪くなっていたんですが、まあ、現状でだいぶ見通しは晴れてきました。どこからくさびのボールをまず1つ入れます。花戸の落とし、ね、あーっと奪って畑純喜、畑どかついてるがシュート来た、カウンターから1点返しました畑純喜、今シーズン東京ヴェルディ相手に2ゴール目、前回の対戦も彼決めてるんですよね。いやー、いいですね、今栃木素晴らしい守備からの、はい、まあ、ショートカウンターというかもう奪ってすぐですね、まあ、ここはもう個人戦術ですね。いや、素晴らしい、相手に触られはしましたけれども、もう最後はもうここ気持ちでもう自分で打つって決めて振り抜いてますからね、はい、まあ、それ魂気持ちがこもったシュートが枠に飛んでいったという感じしますね。ヘディング、おー、よく触った、帯よく触りましたね今。ドカボニフェイスのヘッドでした。矢野、後ろから黒崎サポート、松本ラギ、クロスが入る、折り返しのセカンド、押し込めるがポストを決めた、佐藤翔、佐藤翔が中盤から飛び込んでいました。栃木同点に追いつきました。いや、いいゴールでしたね、よくあそこに走り込んでましたね佐藤翔選手、右サイドからの黒崎選手からの、まあ、大裏ですね、ここのポジション取り森選手よかったですね。で最後はまあここも前半と同じですね、当たってはいるんですけれども、はい、やっぱりここ振り抜くことで何かが起きますからね。
柔らかいボール、マテウスが行く、ヘッド、三國が競っていきました。ヤチダが行く、ヤチダ、お、時間を作った、でマイナスのボール、うん、森には取れない、しかしもう一度シュートいった、森が前からプレッシャー、そして奪ってヤチダ、ヤチダのボール、どうだ、クロスバーの上でした。いいですね、栃木の方やっぱあそこでボール奪えたら大きいですね。うん、ここに向かってくる、跳ね返してこれカウンターシュートになったら、あーできなかったか、時間がありませんでした。いや最後はゴールに向かった鋭いいいボールだったんですけれどもね、栃木の方の集中力というのは最後まで切りませんでしたね。結果2対0とリードを奪った東京ヴェルディだったんですが、その後2点を返した栃木 SC、 同点に追いついて勝ち点1を分け合う結果になりました。うん、